mamma, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. 話はこうだった。お前はこう言う。わかった。ならいい。身の程を知れ、雑魚が。それは甘そう、キャンディーちゃん。ペロリン、ママ登場だ。だったら、キャンディーエスカレーターも舐めていい。サンジさんを南西の海岸に連れて行くって約束したのに、それを守れず、私のせいで彼らを危険な目に。俺のビスケットは無限だ。スピード勝負というわけか。面白い。諦めたか？体力の限界か？行け、マジン。お前が花婿を殺さなきゃ何も始まらねえんだ。ここへ来たのは私の身勝手。捕まればどうせ全員死刑になる。あんたたちだけでも助かって。これで捕らえたつもりか。身の程を知れ、雑魚が。これは渡さん。黙れ。よし、撃て。こちらアマンド、敵船は逃げたわ。空へ。強襲のウルナファー。アイクリームがスイートすればやがて体中が焦げる。それが生クリームの甘いという力か。ハッハッハッ。それとも足が震えて動けなかったか。他にも仲間がいたぞ。生き合ってんじゃねえ。どうでもよくねえよ。最悪の世代ごときが一人で小生を倒せるわけねえ。クラッカーの兄貴をやった奴らは全員復讐の対象だ。茶会まで暇だ。警備に付き合うのは構わぬが、その三つの石が大切なのは分かっている。よく逃げずにいたもんね。あんたたちが仲間と一緒にこの島に上陸したことは分かっ。およよ、でっかい木がいたな。正直に居場所を吐け。先日金兵衛がもたらした石一つを含め。どうする、サンジは撃たれてねえぞ。魂が出てこねえ。嘘だろ、一ミリもママにビビってねえんだ。ママが寿命を取れない。楽しみましょう、お互い愛する兄弟の晴れの日だもの。そうか、ブルレの能力を利用したの。そうか。